はい、皆さんどうも、ムスです。今日はですね、ハーレーのいいところ、悪いところを紹介していきます。ですね、まあ、ハーレーいろんなモデルがありますけれどもね、まあ全体的にざっくりな感じの感想になっちゃうんですけれども、まずハーレーのいいところ、ですね、ハーレーのいいところはですね、直進安定性ですかね、とにかくダラダラまっすぐ走るのがもうめちゃめちゃ得意なバイクなんじゃないかなと思いますね。本当ね、まっすぐ走る分にはね、ひたすら気持ちいいバイクだと思いますね。あとはですね、まあハーレーを持っているという所有感ですかね、所有感、まあ、これもありますよね。最初買った時はね、もうすげえハーレーだなんて思ったりね、したりして、まあ今じゃもう慣れちゃったんですけど、まあ最初の頃はね、すごいなんか、もうすげえ俺買っちゃったんだな、まあどのバイクでもそうですけどね、まあそういうのは思いますね、最初の頃はやっぱり。あとですね、まあいろんなモデルがあるっていうところですかね。まあ今のハーレーだと、あとスポーツスター、ソフテイル、ダイナはなくなっちゃいましたもんね。ダイナがちょっとなくなっちゃって、なくなってツーリング、まあいろいろね、さまざまな種類があって、で値段もね、安いのから、まあ、高いのは CVO までね、安いのだとスポーツスターになるのかな。まあでもスポーツスターは安いから決してなんか悪いバイクというわけではなく、まあ装備を結構ね、こう省いてシンプルに乗れるのがスポーツスターじゃないかなと思いますね。というふうにね、さまざまなモデルがあって、さまざまな価格帯があるわけで、まあ、誰でも乗りやすいバイクなんじゃないかな。乗り出しやすい、値段で決めるってもよしだし、乗り出しやすいバイクなんじゃないかなって思いますね。ハーレーのいいところはタンクが大きい、ツアラーとソフトエリアはですね、とにかくタンクが大きいですね。航続距離がとても長いです。自分のバイクは2010年式の FLHX ストリートグライドなんですけれども、タンクが6ガロン、立体直すと確か 22.7 リッターだったかな、のガソリンが入りますね。ということはですよ、まあ、リッター20くらいこのバイクは走るので、まあ、単純に計算しても400キロくらいは走るような計算ですね。いつも俺は350キロくらいで満タンにするようにはしてるんですけれども、とにかくそのくらい航続距離は長いですね。タンクちっちゃいやつだとね、ちょっと入らないですけど、ツアラーとかソフテイルに限っては結構大きめのタンクが入ってるので、スポーツスターはちょっとちっちゃいと思います。ちょっと、ね、もう航続距離も長いのがハーレーの特徴ですね。あとはですね、まあ、これはちょっとモデルにもよると思うんですけど、乗車姿勢が楽なんじゃないかなと思いますね。まあ、前傾姿勢でもなくね、最初からこうゆったりこう乗れるようなポジションのバイクなので、足つき性も結構いいですしね、結構ね乗りやすいと思います。ここら辺がざっくりいいところなんじゃないかな。じゃあハーレーのちょっとね、ダメなところ、値段が高い。モデルでいろいろあるんですけども、まあ、結構上のグレードになってくると、ツアラーとかになると、まあ、結構値段が高いモデルもありますね。ツアラーだとまあ平気で300万超えてくる車両もありますし、まあ、その分装備が充実してるっていうのもあるんですけれども、まあ、とにかく値段が高い、あとね、部品が高い、そうですね、まあ、海外から取り寄せるので、やっぱり部品、純正部品っていうのはやっぱり高くなってきますね。これはまあもう当たり前の話。そうですね、ダメなところはですね、まあとにかく重い、これモデルでもまあ様々ありますけど、軽くスポーツでウスターでも200キロ超えはしてきますからね。ファットボーイでも300キロは超えてますし、
まあ、重量級ツアーになりますと380キロ、ウルトラに関しては400キロぐらいあるので、慣れないとこの重さはちょっときついですね。特に俺が感じるのは、あの下が砂利道の時ね、まあ、要は砂利だから足が滑って力が入らないわけですよ。で、足だけ滑ってテンなんて言っちゃった暁にはですね、もうね、まあ、こけますよね。まあ、それだけは避けたいと。なので、ちょっとこの重さがね、やっぱりネックなんじゃないかなっては思いますね。そんなもんかな。俺悪いとこそんなないな、もし、まあ、あとは人の好みの問題ですしね、俺はこれしか乗った時ないので、本当にこのハーレーのストリートグライドしかわからないんですけれども、まあ、各モデルね、いろいろあるわけで、まあバイクはね、楽しいですからね。まあその中でもハーレーは、まあ、みんなで走ればもっと楽しいんじゃないかなーって俺は思いますね。まあハーレーのいいとこも悪いとこもひっくるめてハーレーなので、まあこれからもね、長く付き合っていきたいだなーって思ってますね。はい、じゃあ今日はまあ自分なりにね、ハーレーのいいところ悪いところをまとめてみました。まあなんとなくパッと思い浮かんだことを言っただけなんですけれども、まあ10年乗っててシンプルにまとめるとそんな感じかな。だからまっすぐ走る分には最強のバイクで、ただただ重いってことだね。値段が高くてただただ重いバイクだってことですね。それさえ、そんな感じですね。はい、よし、じゃあこの辺でこの動画を終わりにしようと思います。この動画をご覧になっている皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ムスでした。じゃあね、バイバーイ。